こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、音量の表現力っていうか、僕ももともとハードロックドラマだったので音量がでかいのが好きで、こういうもこういうのから来てるんで、やっぱ音量がでかいドラマが好きなんですね。でもやっぱりこう、ジャズやればやるにつれて、こう音量のちっちゃいところって表現力すげえな、みたいな。例えば音量でかいやつのアクセント移動なんか。もう音量がマックスにいっちゃってるので、表現力がもう単調なんですよ。だからちっちゃい音って、45度ぐらいまでのやつだと、このようにここら辺ぐらいまでの方がめちゃくちゃ表現力があって、こっからすごくこう差が、30代の前半ぐらいに気づいてはいたんですけど、練習はするんだけど、結局楽しくなっちゃって音量がでかくなっちゃうみたいな。やっぱり過ごしてました。最近になってやっとこう、ものすごくちっちゃいところからスタートすると、もういくらでも伸びしろが、要は、大富豪でいうところの、なんかもうカードがいっぱい残って、もう2もあるし、1もある、長官もあるし、みたいな。もういっぱい出せるカードがある状況の、でやってる感じなんですよね。で、最初にバーって音量出しちゃうと、出せるカードがもう決まってきちゃうというか、だから、やっぱりこう、最初にパーンっていいカードを出すんじゃなくて、やっぱりこう、ちっちゃい音でものすごくこう積み上げていくと、要はそのまま音量がちっちゃいままその曲が終わったとしても、次の曲はどういう風っていう、もう選択肢がいっぱい広がるんだけど、やっぱ音量がそのフォルテッシモから始まってしまったりとか、フォルテから始まってしまうと、もう行き先がこれしかないんですね。だから、ある、昔ですね、こう衝撃を受けた、音楽のギャグがあって、クレッシェンドっていうのはどういう記号かって、だんだん音を大きくするじゃないですかって思ったら、あんたの音はもう大きすぎて、これ以上フォルテッシモできないでしょっていう意味の記号って書いてあって、俺だわって思ったことがありますが、音量が最初大きすぎると、非常にこう、この後先は差がないので、で、それに対して僕はその音量以外の、つまみ、音量と、要は、速度と、で、熱量っていうような考え方をしてて、その3つのその、つまみを上げ下げすることによって、音量はでかいんだけど、うるさく聞こえさせないっていうのとかが、やっぱり使いこなすと、ちっちゃい音量でも全然平気だし、大きい音量にしたって、そんなうるさく感じさせないし、みたいな。そこをうまいことできるといいと思うんですが、どちらにせよ、音量っていうのはちっちゃいと、全体的に皆さんこうなりがちです。ちっちゃいと距離が短いから、ゆっくりになりがち。でも、同じフレーズだけど全然違って聞こえるじゃないですか。これ速度なんですけど、こういったところもやっぱり、使いこなせるようになってくると、ちっちゃい音量でも演奏が、うるさくない演奏ができるんではないかなっていうふうに思います。やっぱり若いうちっていうのはね、大きいのが楽しいし。イエーイパリピヤーみたいな感じのが楽しいんですが、年取ってくるとだんだん、ね、体力もなくなってくるんで、サボるようになってくるんですよ。で、そのサボるのがちょうどいい味になってくるんじゃないかなって、自分ももうその世代になってきたのかなってつくづく思ったりします。というわけで、今日は、音量の、ちっちゃい音量の表現力っていうことでお話ししてみました。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。
ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。